を取り込む前に、後先どちらでも構いませんが、画像の字の画像の背景が不透明になってますので、透明にすると加工するとき便利ですので、後でも構いませんけど、先にやって今回はやっておきます。それでは画像のレイヤーにタップして、ツールバー右の縦バーの上から2番目のレイヤーの色の反転をタップします。画面が黒くなります。続いて縦バーの下の矢印のボタンをタップして、上から3番目の減算ボタンを押しておきますと、背景が透明に変わります。不透明から透明に変わります。それでは引き続きカメラボタンをタップして、図を選択します。このように選択して完了します。後で拡大縮小ができますので、引き続き図のレイヤーを選択して、先ほどのように右縦バーの上から2番目のボタンをタップして、続いて減算をタップして、そうしますと一旦ちょっと見てみたいと思いますが、このようにして両方の画像が見ることができます。これは先ほどは背景が不透明ですが、透明したということです。それでは続いて火を出し取り込みます。